中年オタッキーです。自宅に帰ってきたんですけど誰もいねえし、荷物は届いてるしね。これちょっと個人情報とかテープもありましたけど、レターパックプラス520って点で、ね、送っていただきましたね。これヤフーオークションで落札した、カメラ1台送られてきました。まあ送られてきたから開封動画にするということです。それでは動画スタート。はい、今回落札したこれね、実はねとんでもない落札の仕方したんですよね。あのね、まあトラックで走っていって目的地に着いて、ああ着いたーと思って眠かったんですけど、で、まあ、とりあえずウォッチリストでも、確認しよっかって確認してたらそのまま寝落ちしてて、で起きたらね即決価格で落札しましたって書いてあるんですよね。まあ寝ぼけて押したってやつですね。まあいいんですけどね、欲しいカメラだったからいいんですけど、状態がちょっと微妙かもしんないですね。はい、出てきましたね。すごいがんじがらめになってますよ。これ切れるかな、よいしょ。これね前から欲しかったんですよね。よいしょ。巻きすぎやろ。おお、綺麗じゃん。はい、これね、ダルマって呼ばれてるやつですね。ミノルタの A になるんかな。おお、外れるのかよ。外れるのこれ。ああ、これでデフォルトなの。カメラの吉野とか書いてあります。吉野ってことは奈良県あたりか。鍛冶屋町、わかんねえな。こんなステッカーが貼ってありますね。まあこれね、昔のカメラにはよく貼ってありますよね。これでデフォルトだ。これ引っ掛けて閉めるの。こんななんだ。これで光漏れないのかな。あ、20度がしっかりしてますね。これがヘリコイドですね。うん、面白いなこれ。うん。よっ。うん、大体合ってるっぽいね。距離計は大体合ってるっぽいです。ではシャッターを切っていきましょうか。ストロークでっかいな。シャッターは切れているようですね。うん、切れてますね。絞りはどうやって合わすんだ。ん？こっちか？あ、こっちか。面白い。ここね、絞りのメモリはありますけど、このレンズの前玉を回転すると絞りが動くようですね。あ、絞れてますね。うん。シャッタースピードはどこで合わせるんだ。ん？これ？嘘？これ？うん、どう考えてもこれだな。ここにシャッタースピードダイヤル、プラスチック製ですね。今200がこれマックスなのか。50、200がマックスか。50、25、
成城っぽいね。10。これお菓子早いな。5。5分の1。あー、スローガバナー動いてないね。まあスローガバナー動いてなくても使えるといえば使えるかな。うん、まあスローガバナーは動いておりません。通常はね、シャッターの分解が必要になりますかね。ガバナーが多分固着してますね。で、最低速度で固定みたいな感じになってるのかな。バルブあるのかな。バルブありますね。あ、バルブ使います。あ、レンズは綺麗みたいですよ。うん、レンズは超綺麗です。まあまあいいんじゃないかな。送料込みで2700円ぐらいになっちゃったんですけど、まあそれ寝ぼけて入札、まあ落札ですね、即決価格だったんで寝ぼけて落札しちゃったんでね。イエローフィルターもついてますし、まあいいんだと思います。これやっぱストラップがないんだな。フィルムカウンターはそこについてるのか。これあの手動設定式ですね。自動復元じゃないやつじゃないかな。うん、みたいだね。うん、まあちょっと腐食とかもありますけど、まあ悪くないですね。うん、ストラップかけるとかねえなあ。これね、だるまって呼ばれてますけど、僕的には芋みたいな感じでね、新聞紙にくるんだら焼き芋みたいな感じになるでしょうけどね。あー、手作り感満点ですね。千代田工学、ロッコール、45mmF3.5 か。4.5 の 3.5。千代工のマークがついてますね。千代田工学。ミノルタって書いてあるんだけど、まあ、千代田工学っていう会社の頃ですね、これね。あの、ミノルタは、ミノル田んぼでミノルタっていう名前にしたようですけど、これ本当なのかな？ネジはやっぱりね、全部マイナスネジです。マイナスネジを使っているということは、このカメラはオールハンドメイドだったということになりますね。まあ、ミノルタのね、このぐらい古いカメラは多分初めて。ミノルタって言えば AL とか、なんだっけ。なんか忘れた。まあ、その辺の年代の、カメラは使ったことがあるんです。これはもうちょっと古いですよね。まあ、これね、うん。まあ、まあ、勢いというか、寝ぼけて落札してしまったものですけど、まあいいんじゃないかな。うん。スローガバナの、ちょっと復活に挑戦してみるか、このまま使うか。いらんことせんで、このまま使った方がいいような気もしますけどね。うん。うん。25。こんなもんじゃないかな。タタってなってるもんね。んで、10にすると、うん、10にすると速くなっちゃうんだな。うん。25分の1までですね。まともに切れるのはどうやら。うん。25分の1まではまともに切れるようです。200がマックスっていうのがね、時代ですね。はい、今日のね、カメラ紹介、こんな感じになります。ちょっと調べてみようかな。スローガバナーの、調整をちょっと調べてみますね。はい、調べました。これは、あのね、これ何かのシャッターユニットを流用してるらしいんですけど、で、そのシャッターユニットを裏返してつけてあるらしいです。だからね、レンズボードを外さなければ、シャッターを分解することができないみたいですね。すごい行動だな、これ。
そんなわけでね、ちょっとガバナーの復旧は、諦めてこのままシェアしようと思います。まあ日中取る分には全然問題ないと、いうことですね。スローだけ動かないということで、25分の1まではどうやら正常に動いてるんで、そういう方向で取っていこうと思いますがまあね、ちょっと寝ぼけて入札して、まあ状態は悪くないんでね、まあいいんじゃないでしょうかね。はい、今日のカメラ紹介じゃないや、開封動画はここまで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。いやー、このミノルタ A って調べてたらすごいですね。1955年4月に発売されたらしいんですけども、まあ、ミノルタ初の、レンズシャッター式ライカ版レンジファインダーカメラなんですね。でね、まあ、部品とか物がなかった時代で、そのシャッターユニットとかコロコロ変わってるんですね。シチズンとかオプチバーとかコーナンフリッカー、まあ、いろんな、シチズン MX、シチズン MV、まあ、いろんなシャッターが、付けられているようです。これはちょっとね、見た目だけではどこのシャッターユニットかわかんないんですよね。まあ、分解しないとわからないってことかな。それはちょっと厳しいな。シャッターが裏返しについてるっていうのがすごいですね。初めて見ました、こんなの。それではね、今日はの、視聴者様の作品投稿のコーナーですね。どこだったっけ。もう最近すごいことになってるんで、たくみさんかな、からの投稿ですね。大学生の、たくみさんから、おたきさんこんにちは。相変わらず露出系の壊れたペンタックスを使ってる大学生です。間露出というんでしょうか、だいたいこれくらいの露出かなっていうのが分かってきました。フルマニュアル楽しいです。今回は2作品投稿させていただきます。作品1、明日へ。作品に光の波でお願いします。カメラペンタックス SP、 レンズがスーパータクマ 55mmF1.8、 フィルムコダックウルトラマックス400で撮りました。次回の動画も楽しみにしていますってことですけど、写真なんですけどね、これものすごくいい色、ちょっとマゼンダも入ってるのかな。僕マゼンダあんまり実は見えてないんですけど、黄金色にね、光る、空と海、見事に映っておりますね。2枚目の方はね、光がね、その船を照らしてる、ヨットですか、素晴らしい写真になってますけど、ちょっと右上の方におかしな反射が入ってしまってるのはちょっと残念ですけど、まあそれだけですかね。すごい、これ横構図で撮ってもよかったけど、ちょっと遠いのか、ちょっと遠いんだな。もうちょっと長いレンズも欲しかったところですけど、まあそれはないから仕方がないって感じですかね。はい、たくみさんありがとうございます。次がね、イクオさんから2枚ですかね。オタッキーさん、長距離運転お疲れ様です。フィルムローダーからパトロネーマキマキしたケント名100で撮影してきました。タイトル2月の日差し。2枚目が、ビル映り込みで遊ぶっていうことですね。カメラがニコン F3 ハイアイポイント、レンズが AIS ニコール 50mmF1.4、 ケント名は100、自家現像ってことですね。ニューシーガルよりちょっと柔らかい調子にも見えますという、ことなんですけど、中身は同じっていうなんか情報は情報ですけど、で写真なんですけどね、この切り取り方がなかなかうまいですね。これコントラストも綺麗に出ていますし、もうあの模範的なモノクロ写真、スナップだと思いますね。2枚目もそうですね。ディテールも素晴らしくいいですし、ケントも100ってね、案外使えるフィルムなんですよね。ただちょっとこの間値上げしてしまったのが残念ですね。100フィート巻きで1000円ぐらい、上がってしまったのか、1000円じゃなくて、10ドルか、10ドルが上がってしまったのかな。僕もちょっとね、あのそろそろクエントメア100なくなっちゃうんで、どうしようかなんて検討中です。はい、イクオさんありがとうございます。次が時神さんですね。時神さんの作品です。時神です。お仕事お疲れ様です。さて先日天候が良かったので近所の神社で撮影してきました。タイトルは何か用かということで、カメラはペンタックス Z20、
フィルムがコダックのゴールド200、レンズ SMC ペンタックス BA50mmF1.8、絞り 5.6 で撮影しました。単焦点レンズは難しいってことですね。で、写真なんですけどもね、これまた見上げる構図なんですけどもね、もうディテールはとにかく凄まじいという勢いですね。ものすごい解像度で、撮られております。これ面白い写真だと思いますね。そのタイトルが何か言おうか、もうちょっとだけ引いてもよかったもかもしれませんけども、構図的にね、面白い切り取り方だと思いますね。なかなか写真慣れしてるっていうね、感じの写真になってます。時上さん、前回もね、構図がなかなか良くてね、ああなんか絵心分かってるなっていうね、あの感じの写真になっておりますね。はい、ありがとうございます。次がね、楓アット写真赤さんですね。はじめまして、最近フィルムを始めたので作品投稿をさせていただきます。1枚目のタイトルが、顔を上げて、2枚目が余り物でもということですね。カメラはね、どちらも F2 フォトミックです。ニコン F2 フォトミック。レンズがニッコール NO と 24mmF2.8 ですね。淡路島の、ナダクロイは水仙橋、水仙橋行ったんですね。今年は水仙の発育が悪いのだそうで、光の入りも悪かったので、ふと顔を上げると通路脇の桜が目に留まり、近寄って撮影した1枚。2枚目は1枚目のフィルムの余りを使い切るため JR 大阪駅をスナップした時の1枚です。F11 まで絞って撮影したんですが、鉄骨一本一本もくっきり映っていて、現像から帰ってきて自分で驚きましたということですね。作品なんですけどもね、これ水仙橋の桜、これソメイヨシノになるのかな。色的にソメイヨシノっぽいですけど、でもあのオシベメシベがちょっと出っ張ってるの違うのかな。種類はちょっとわかんないんですけどもね、見事に咲き揃っておりますね。空もいい感じの色ですね。で、2枚目の方なんですけど、2枚目の方は確かにディテール、これすごいな。さすがニコンのレンズということで、ニコンのレンズはね、まあ、F1.2 の 50mm とかはね、解像度が低く甘めなんですけども、それ以外はやっぱ解像度が高い。24mm のね、レンズ、僕、ニッコールのね、24mm は持ってないんですけど、なかなかいいですね、これね。楓アット写真赤さ、はい、初投稿ありがとうございます。また次もお願いしますね。これで1、2、3、4、もう一人。ガメラさんの作品ですね。おたきさん、こんにちは。視聴者の作品に投稿します。2枚組です。タイトルは春近し。撮影機材、ペンタックス ES2。1枚目は SMC タクマ 50mmF1.4。2枚目は SMC タクマ 135mmF2.8。使用フィルム、コダックカラープラス200。久々にマニュアルフォーカスで、野鳥一発撮りに現代のオートフォーカスプラス手ブレ補正の機能、音響をひしひし感じましたということですね。で、写真なんですけどもね、これ、野鳥を撮りに行ったけど、結局あんま撮れなかったってことになるのかな。花を綺麗に写っております。光もたっぷりあっていい感じですね。2枚目の方はね、これ、ウグイスか、これ。が綺麗に写ってますよ。これ綺麗に写ってますけども、ほんのりピンガマなのかな、これ。難しいのはもう分かってますけどね。動き回る鳥なんでね、これすごい見事に撮れてる方だと思います。確かにね、オートフォーカス、手ブレ補正。今ね、いいカメラになってますね。カメラの進化の歴史っていうのはね、まあできないことができるようになるという、ことなんですけどもね。まあ昔のカメラで撮るのもね、また面白いことではあるんですけどね。はい、ガメラさん、ありがとうございます。今日のね、作品はこんな感じです。なかなかのレベルに最近ね、もう本当に、まあ言うたらいわゆるダサクってやつが全く見当たらなくなりました。レベルアップしてね、本当に嬉しく思ってます。みんなでね、シェアして、みんなでレベルアップしていこうというね、まあ企みで始まったこの企画ではありますが、多分ね、これだけを楽しみにね、来てる方が最近多いと思いまして、以前はね、そのカメラ紹介とかが終わったらね、その再生時間がゴンと落ちてたんですよ、データ的にね。それが最近あまり段差がなくなってきました。このコーナーをね、目当てにね、来てる方もいるんだなと思ってね、嬉しい限りです。はい、それでは今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、ポンポコさんの俺のカメラです。おたっきーさんはこんばんは。俺のカメラに投稿します。
昨年暮れにジャンクの2個の2を購入しましたが、全然ジャンクではなく外装クリーニングと防水グリスの入れ替えだけで調子は上々です。撮影機材はマミヤ35、フィルムはコダックゴールド200です。セコールレンズはニッコールにも引けを取りませんね。という同感ですね。これね、もうすごく面白い。ニコノスをね、土偶ですか、これ。が抱えてる写真になります。これ背景をもうちょっと工夫したらタイトル画面級になってましたね。あと構図ですか。これ面白いのでね、もう一遍チャレンジしたいぐらいですね。はい、ポンポカさん投稿ありがとうございます。今日の俺のカメラはここまでですね。待機者があと1名になっております。はい、俺のカメラの投稿もね、徐々に、はけてきましたので、また投稿ありましたらお願いします。今日の動画はね、こんな感じになっていきます。またカメラが1台、寝ぼけて、買ってしまったんですけどもね、これかなりね、アメリカとかでも評価が高いカメラになったようで、使うのが非常に楽しみですね。ただ使っても使っても使い切れないぐらいカメラが増えてしまっています。嬉しい悲鳴ってやつですけどね。はい、で今日の動画はここまでとなります。次の動画なんですけども、フィルム3本取り上がってまして、どれから行こうかなと思ってます。ニコン F4S、の、めちゃめちゃ適当試写、とりあえず動作確認的試写なんですけどね、それを行くかもしれないですね。はい、今日の動画はではここまでですね。最後まで見ていただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録の方ね、ぜひぜひお願いします。高評価もポチッと押すだけなんでね、コメントちょっとね、ちょっと追いついていませんが、頑張っていこうと思います。チャンネル登録はね、まだまだ増やそうと思ってます。結構増えてますけどね。チャンネル登録、していこうと思います。4000名に到達したらもう決めました。このカメラをプレゼントします。これ、はい、オリンパスのね、トリップ35、マニアもたくさんいるね、トリップですね。ちょっとね、このカメラは露出系が弱ってて、一段オーバーで撮れます。カラーネガで撮るんだったら全然問題ないんですけども、リバーサルとかで撮るんだったら、100のフィルムを詰めた時200に感度を合わせるとちょうどいい感じです。まあ、古いカメラなんです。もうその辺はご勘弁ということで、まあ、この、純正ストラップ、純正キャップ付きで、このカメラ、もう番号も公開しようか、をプレゼントいたします。ん？これ A になってないのか。うん。ね。今、赤ベロが出ておりますが。うん。ちゃんと動いております。まあ、そんな感じです。まあ、4000名で目指しておりますので、チャンネル登録、ぜひぜひ、お願いします。はい。じゃあ今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。それではまたごきげんよう。さようなら。